まあ、こんにちは、まあ、商品を買う時に価格が一つの、うんまあ、判断材料になるのは確かだと思うんですよでもそこであえて、まあ、言わせてもらいたいと、うん、特にねその物体の販売とか購入に対してもし買う動機が価格が安いから買うってことだったらそれは買うに値しないと思いますそしてね高級品だから買うんだっていうこの発想もおかしいと思います 常にその品質でで見るんですよ品質を見てそれが自分に今の自分にとっても必要なもんなら将来無価値になりそうなものでもそれは手に入れるべきなんですよね。でそもそも欲しいものっていうのはそのモチベーションが過ぎたらだんだんと欲しくないものに変わってくるんですよ。でも欲しい時に手に入れるからこそ自分の一番のそのモチベーションが達成されて次の世界に向かえるんですよね。 確かにどんな欲しいものも我慢すればね、まあ一家になるんですよ。でもそれを繰り返してきた挙句、どんな人生が待ってるかっていうと、それは何一つ成し得なかった人生なんですよね。結果的にそれがダメなもんでも、精一杯そこに向かっていく。手にしてみて徹底的に活用していく。それそのものが人生の輝きなんじゃないかなと思うすし、まさに結果じゃなくて過程だよって語れるのはそこだと思うんですよ。で、結果もないし、 かといって結果を求めるために家庭でもあんまりアクションしてこなかったとなると本当に何も残んなくなっちゃうんですよね。で振り返ってみたら精一杯やったんだけどなーっていうものがどのぐらい残ってるかなってことなんですよ。逆に言うと精一杯やったんだったら何らかの結果が出てるはずなんですよね。もっと言うと結果が出るるまででややっったたこととを精一杯やったとも言えるんですよね。どちらにしても,もう価格ってのはどこに行っても出てこないんですよ。そそもそも あの値段が高い安いっていうのは今の自分の経済状態がおそらく判断基準になってると思うんですよねじゃあ同じようにこの商品高いなと思った時に預金が1億円あったら高いって感じますか、ね、ということはもう完全に今まででにに作った自分の資産に振り回されてるわけなんですよ要するにお金に支配されてる考え方なんですよだからお金の支配を振り切りたいんだったらそういうこと関係なく 今自分がちょっとでも気になるのは心が欲しがってるっていうところから素直に考えてみるといいんじゃないかなと思うんですよね特に物体ではなくて情報商材って言われるものこの情報の価値がマックスまで高まってる今の時代に情報にお金が避けないとかね考え方に頭が頭の考え方ですよこういうのにお金が避けないってことはまさに物に支配されている旧世代型の考え方とも言えるんですよ確かににお金を払った時に物体があると 満足しますよ家がある車がある物体という裏付けがありますからねでもそれはちょっと前の時代の考え方で今は,はっきり言って車とか家とかって賃貸やシェアでで間に合うんですよじゃあどこにお金をかけるべきかっていうとやっぱりね情報なんじゃないかなと情報っていうのは誰かが自然抜刀してたどり着いた領域その神の領域の思考にまさにお金というもので時間とその人の経験や失敗全てを網羅したものをショートカットで手に入れることができるってことなのかなと思うんですよ。 まあ少なくとも情報ってものを売ってる人はその価格以上にそこに投資をしていることは間違いないと思いますはいじゃあ今回は価格について商品について品質についてお話をしました